テレビアニメ約束のネバーランド、ブルーレイ &DVD 特典ボイスドラマ、エマが泣いた日ボイスドラマ版。ハウスまであとどれくらい？ペンの座標で見る限りだいぶ近くまで来たな。わかった、ちょっと休憩しようか。はーい。はい、これノーマンの分、少しだけど水と食料。今のうちに食っておけよ。ありがとう。またエマとレイに助けられちゃったな。また？今までずっと私もみんなもノーマンに助けられてばっかりだったよ。だから今度は絶対私たちがノーマンのこと助けるって思ったの。俺は別に鬼絶滅のルートでもよかったけど。レイ！でもエマもノーマンも嫌なら、そんなルートうまくいくわけねえの目に見えてるだろ。レイ、ノーマン出荷を選んだ時も本当は辛かったのに、みんなのために自分を犠牲にして我慢して、だから泣いているところを見せてくれて嬉しかったんだ。それはエマの方こそ。え？コニーにリトルバーニー届けようとした夜、エマが泣いているのを見て、僕は全員で脱獄しようって決意できたんだよ。エマが泣いたんだ。だろ？はぁ、こっちは6年かけた作戦が台無しになるかと思って気が気じゃなかったんだからな。そう言いつつ、レイはいつも助けてくれるから。いつだっけ、ほら7歳の時かな、僕がひどい風邪ひいたことがあったでしょ。エマとレイで夜の森に薬になる花を取りに行ってくれて、あの時もエマがあんなに泣いてるの見て本当にびっくりしたな。え？そんなことあったっけ？覚えてねえのかよ。エマ怪我までしてたのに。自分のことになるといっつもこうだよな。それレイもノーマンもそうでしょ。懐かしいな。あれは僕らがハウスで過ごしていた7歳の頃だった。なんか天気悪いね。今日は早く戻った方がいいかもね。エマ、ノーマン、ママから伝言、今日はもう中に入れってさ。分かった。レイありがとう。他の子たちにも伝えないと。捕まらずに残ってんのお前ら2人だけだと。鬼が見つけられねえから俺が探しに行く羽目になってんだよ。ふ、そうなの？ああ。ほら降ってきたぞ。あ、本当だ。エマ行こう。うん、あれ、ハンカチがない。あれ、どこかに落としたのかな。ハンカチなんてどうでもいいだろ、早く戻るぞ。そんな、下ろしたばっかりでママに刺繍入れてもらったやつなのに。みんな早くハウスに入って。濡れる濡れる。エマ、レイ、あら、ノーマンは？え、なんで？ノーマン一緒だったのに。まだ森の中？大丈夫よ、エマ。あ、ノーマン！エマ、ハンカチあったよ。すごい、どこにあったの？ありがとう。でもノーマンがびしょ濡れになっちゃった。エマだって。ノーマン、タオル持ってきた。ありがとう、ドン。エマも。みんな早く着替えちゃいなさい、風邪ひくわよ。はーい。うわ、
んもやる？今日はちょっと見てよっかな。ノーマン、大丈夫？うん、大丈夫。僕の代わりにレイがやるって。はぁ？勝手に代理にすんな！ほら、やるぞ！マーガス、こっちこっち！待って！私もやる！えぇい！おい、こっちに飛ばすなよ！レイ、パスパス！だからなぁ。ありがとう、レイ！ドンピシャパス！さすが。ノーマン、本当は風邪ひいてんだろ。大丈夫だって。ちょっと喉やられただけ。どうしたの、ケイト？あ、ボールが。アビー、ごめん。木にボールが引っかかっちゃった。ほんとだ。取れるかな？落ちてこい！風吹け！鳥さん、取ってくれ！ごめん、どうしよう。ママに言って取ってもらう？でも、私が取ってくるよ！エマ、危ないよ。そうよ、私がママに謝って取ってもらうから。じゃあ、もし私が取れなかったらママに頼もう。よっ。ん？何やってんだ、あいつ。エマ、大丈夫？大丈夫。うわ、エマ身軽。よく怖くないよな。あんな高い場所見てるだけで足がすくみそうだよ。あ、ボールあったよ。もうちょっとで届きそう。よし、落ちた。うわ